ゴングが鳴りました。97チャンピオンカーニバル公式戦、ラワさん、そうですね、試合は6、新潟長岡大会で小橋健太に三沢がこのシリーズ負けを喫してしまいました。ロープに飛ばす、振り返って今日一発目のエルボー、そしてセカンドローキゴに投げるか、いやエルボー対策、一方今度川田前進、バックを取ったバックドロップか、戦6試合目接戦は三沢と、2試合目、公式戦2試合目スタンハンセンにバックを取った、バックドロップ、大阪大会で小橋序盤川田という本当に落とす両選手なんですが、試合話をしていました。あとその倒せばですね、まだ顔面蹴り、顔面蹴り、顔面蹴り、おっとエルボー、エルボー、エルボー、エルボー3連発、また今度は顔面蹴り、さあ今度はエルボーだ、60の川田がハイキックだ、ハイキックだ、ミサーも飛んできた、エルボー、川田が飛んだ、また意地と意地がぶつかり合うぞ、こういうとこはね、もう一ピン取ってね、はい、倒れたらいいと思うですね。しました、30分の一本勝負、飛んできた、無理をすれ、シリーズの小橋、結果的にタイトルは奪いましたけれども、川田が待っている、上からの攻撃はリング中央、フラフラといって、ミサイルキック、立ち上がってきますからね、技をね、そうですね、イベント、これまで8回あるんですが、なんとその8戦の平均試合時間外の戦い、なんと実況させていただきます、ピンキックを。ありますよね、95年のチャンピオンカーデン、96年は仙台で行われた大会、川田の右スピンキックで打ちましたか、そしてかかと落とし、受け身には自信があると、先ほどのバックドロップもありませんよね、そうです、ボディースラム、しびれが伝わってくるよ、引きますよ、3つを引き分け、川田はまだ勝っていない、直線の時間は30分過ぎた、川田正面からフォールを奪ったことがありますが、この時からというかね、はい、このそのものはね、川田が一変その見守り勝ちをしましたね、そういうわけであります、成績三沢の10勝0敗4引き分け、さあ勝負をかけるか、タイガードライバー、どうだ、監督ねえ、そして今目づらテイリンでしょうか、電気がロープに飛ぶ、さあカードのキックだ、三沢がこの組でブリッジはできるのか、ブリッジはできるのか、さあエルボーしかないか、そのままだ、川さんは全日本の4番打者なんですということも言っていました、カードであります、さあバックが非常にロープ、そしてあっとやっとこそ立ち上がった三沢、ここまでは本当に強烈な、次は何だ、顔面蹴り、三沢フラフラだ、あっとブロック、警戒するキック、ブロックしましたね、今三沢、そうですね、そしてゴール、15分が経過、顔面、さあ、パワーボム、おっと、返していった、返していった、そのまま、あっと、枝目だ、余裕がある、勝利か、パワーボム、返した、川田が鼻にめり込んだ、もう円から、キックラリアット、顔面スタータイミング、どうだ、どうだ、どうだ、あーっと、ずっと後勤を愛してきた、思いを込めて、さあ、パワーボム、どうだ、崩れた、チャンピオンカーニバルで、一敗に引き分け、エルボーだ、ここでエルボー出た、川田、エルボー、腕を抱えた、そのまま、さあ、タイガースレフレクター、どうだ、田植えと小橋が元気だ、この大会、おととい、ハービー制限。に転ぶか、この勝負、片指、どうだ、片指、カウント2、カウント2、ここでゴング、30分、時間切れ引き分け。